じゃあ今日は視聴者さんが送ってくれた怖い体験談を紹介していくね。うん。それじゃあ今日は私が最初に紹介していくね。ハンドルネームプリンさんからの投稿です。今から話すのはプリンさんが高校生の時に体験した奇妙な出来事なんだって。はあ、お腹すいた。最近胃袋がブラックホールだわ。あれ、いつの間にかこんなに日が暮れてる。さっきまで明るかったのに、最近日が短くなったのかな。ああ、それにしてもお腹すいたな。もう夕飯できてるかしら。ただいま。おかえり。どうしたの？お母さん、そんな怖い顔して。どうしたもこうしたもないわよ。え？今さっきあなたの担任の先生から電話が来たのよ。先生から？ええ、あなた今日学校に行ってないそうじゃない。こんな時間まで学校に行かず何していたの？え、何言ってるの？私今日学校普通に行ったんだけど。そうなの？じゃあどうして先生から電話がかかってくるのよ。知らないわよ。どういうこと？どうして先生からそんな電話がかかってくるんだろう。私は今日いつも通り家を出て学校に行って、それであれ、思い出せない。どうして？そういえば気がついたらこの時間だったっけ。今日私何してたんだっけ。あれ、体が。ちょっとユーリ、大丈夫？すると突然私は震えが止まらなくなり意識を失った。目が覚めると私は自分の部屋のベッドに横になっていた。目が覚めた？うん。私は一体？急にびっくりしたわよ。いきなり倒れるんだもん。え、倒れたの？覚えてないの？うん。慌てて救急車を呼ぼうと思ったらね、すやすや寝てたの。え？最近徹夜で勉強してたから睡眠が足りてなかったんじゃない？そうかな。受験勉強もいいけど、今日はご飯食べたらすぐ寝ちゃいなさい。うん。私急に寝ちゃったんだ。確かに睡眠不足だったけど、そんなことある？それに先生から学校に来てないって連絡が来たみたいだけど、間違いなく私は学校に行ったはず。まさか私本当に学校に行ってなかったのかな。だとしたら私昼間何してたの？え、怖。自分が何をしていたのか記憶がないって怖すぎなんですけど。確かに先生が嘘を言ってるとは思えないしね。でもそうなると彼女は一体昼間は何をしていたんだろうね。結論は送られてきていないからわからないけど、自分が何をしていたのかわからないって、もし病気とかではないとしたら不気味な話だよね。そうだね。じゃあ次は私が紹介していくね。ハンドルネームタコライスさんからの投稿です。次の話はある日突然知らない番号から電話がかかってきた怖い話なんだって。はあ、今日も仕事疲れたな。夕飯は何食べようかしら。最近寒くなってきたし、あったかいシチューでも作ろうかな。あれ、こんな時間に誰だろう。登録してない番号からだ。はい。あの、もしもし。え、何？無言電話。気味悪いな。あの、用がないなら切りますよ。好きです。え、今の何？
私はあまりの気持ち悪さに電話を切ってしまった。一体何なの？誰よ？全く聞き覚えがない声だし、誰かと間違えてるんじゃ。よし、できた。こういう寒い日はシチューに限るわよね。いただきます。また電話だ。しかもまたさっきと同じ番号。一体何なの？こっちは出来たてのシチューを食べるところなんだから邪魔しないでよね。でも私がご飯を食べている間、電話はずっと繰り返し鳴っていた。人がご飯中だってのに、なんでこんなにずっと電話してくるのよ。頭おかしいんじゃないの？頭に来た私はその電話にかけ直した。あの、さっきから何なんですか？好き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 。うわ、何よ、気持ち悪い。しつこいです。もうかけてこないでください。はあ、もう同じ番号からかかってきても絶対出ないようにしよう。ねえ、それユーリのストーカーじゃない？え、ストーカー？だっていきなり好きだなんて普通言わないよ。まあ確かに。まだその電話かかってくるの？いや、それが昨日しつこいですって文句言って切ったら、それ以来電話来てない。そう、そういう人は逆恨みとかするから、あまりそういう相手を刺激するようなことは言わない方がいいよ。うん、つい頭に来ちゃって。まあそういうところユーリらしいけどね。なんか嫌な終わり方だね。この後どうなっちゃったんだろう。確かに急に連絡が来なくなったっていうのがまた怖いし。うん、でもこの後の続きは書いてなかったから、多分無事だったんじゃないかな。そっか、ならよかったね。でもこんな風に知らない番号から好きだなんて連呼して言われたら気味が悪すぎるね。そうだね。じゃあ最後は僕が紹介していくね。ハンドルネーム、ふーちゃんさんからの投稿です。次の話はね、ふーちゃんさんの妹の部屋で起きた怖い話なんだって。うわ、え、何？どうしたの、ミオ？お姉ちゃん。一体何事？朝からそんな大きい声出して。今ね、クローゼットから小さな女の子が出てきた夢を見たの。まるで現実みたいだった。なんだ、怖い夢でも見たのね。何事かと思ったわよ。お母さんが朝ごはん作ってくれたからリビングにおいで。うん。今日は午前授業だから楽だったな。お母さんは仕事だし、ミオもまだ学校だろうし、模擬試験も近いから帰ったら勉強でもするかな。え、何の音？私以外誰もいないはずなのにミオの部屋から聞こえた気が。私は恐る恐るミオの部屋に向かった。嘘でしょ、クローゼットの中から聞こえてくる。何かいるの？うわ、何、人形？ああ、びっくりした。まさかこの人形が動いてたの？いや、そんなことありえないわよね。だとしたらさっきの音はどこから？ただいま。あ、おかえり。お姉ちゃん、どうしたの？今、リビングで勉強してたら、ミオの部屋から物音がしたから、様子を見に来たら、クローゼットからこの人形が落ちてきたの。え、マジ？
こんな人形、うちにあったっけ？実はね、昨日、友達の家から持ってきちゃったんだ。え、ダメじゃない。人のうちのものを勝手に持ってきちゃ。わかってるよ。でも、よくわかんないんだけど、この人形はうちに連れてこないといけない気がしたの。何よそれ。明日友達に謝ってちゃんと返しなさい。うん、ごめんなさい。まあ、そんなことが。そうなの。理由もよくわからないこと言ってるし。ミオ、お人形が欲しいならお母さんに言ってよ。それぐらい買ってあげるから。うん、ごめんなさい。その人形がそんなに欲しかったの？同じやつ買ってあげるわよ。別に欲しかったわけではないの。ただ持って帰らないといけない気がしたの。そう、よくわからない理由ね。でしょ。私もなんで持ってきちゃったのかわからないの。あの人形なんだけど。どれどれ。嘘、この人形って。まさか。どうしたの、お母さん。この人形、私が昔大事にしていた人形とそっくりなの。え？いえ、むしろ私が大事にしていた人形だわ。え？どういうこと？子供の頃になくしてしまって悲しんだのを覚えてるわ。懐かしい。どうしてその時の人形がミオの友達の家にあったんだろう。不思議ね。明日友達に聞いてみるよ。うん。その後、妹の部屋から物音がすることはなかった。じゃあやっぱりあの人形のせいだったのかな。どうしてミオの友達の家にあったのかはわからないが、あの人形はもう一度お母さんに会いたかったから、ミオに家へと持って帰らせて自分の存在を知らせたかったのかな。皆さんの体験談はこちらの投稿フォームに送ってくださいね。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。